履いた後の違いなんですけど、はい、履く前はやっぱり押された時によろける感じでバランスの取りづらさっていうのはあったんですけど、履いてちょっと驚いたのが踏ん張れるのが、はい、踏ん張ってバランスが取れるっていうのがちょっとびっくりしたところですね。で荷物を持って押されても全然ぶれないっていう、で踏ん張ってもそのバランスが取れ取り方っていうんですかね、足の裏のこの接地のちょうどこううまい具合にこの土踏まずのところもこう押される感じで押さえられる感じですごくバランスよく立てたっていう感じがちょっと一番印象的なところでしたね。私持病で腰とかのを持ってるんですけども、これを履いてみて車の運転をしてて腰の負担がやっぱり軽減されたっていうのと、運転してて足の長時間運転するとやっぱりしびれてくるんですけど、そのしびれもやはり不思議となかったっていうのが、で荷物を持って運んでても足のだるさっていうのもなくなった感じですかね。ちょっとそこが一番印象的なところでした。やはり同業者じゃないですけども運送業界関係の方とか引っ越し業界関係の方、あとスーパーとかで働いてる方はやはり品物を出す品差し作業の時に重い荷物台車を運んで動かしてると思うんですけども、そういう方々もやはり、負担軽減になるんではないかというのでちょっとお勧めしたいと思います。